はいどうもー、キャンパクチャンネルのケソンでーす。アゲッチャンでーす。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどこに来たかと言いますと、はい、山梨県にありますキャンプ508にやってまいりました。いやー、いいとこですね。いいとこだね。で、今日はですね、秋冬キャンプの困ったあるある紹介したいと思います。で、今日は超初心者の前々お呼びしたので、ご登場ください。こんにちは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 。歌うベビーシッターまいまいです。やばい、今日風がまずファスナーがないもん。前回はスカートだったんですよだから今日はちょっとまずズボンで動ける格好できたらめっちゃ寒いっていう。あるよね。家出る時のクソでキャンプ場に来ると寒い。あるよね。こんな違うんですね。冷静だね。ここ何気にあの標高がね980あるんです。こんなに標高違うと変わるんですか？はい、ハグちゃん的豆知識。太陽の光は空気をすり抜けて地面を直接温めます。温められた地面が今度は空気を温めるので、下層ほど高温、上層ほど低温になるんです。また気圧は下層で高く、上層で低くなります。気圧が低いと空気は膨張しますが、膨張することにエネルギーを使われて気温を上げることに使えず、気温が下がってしまうんです。これをボイルシャルルの法則と言います。具体的には標高が 1000m 高くなると気温は 6.5 度低くなるというふうに言われています。そうなんですね、はい、めっちゃ舐めてる。ピーフォーガのあったかそう。まあ、それをね、結構慣れてるもんで。で、こちらのジャックウルスキン完全防風のクラシックフリースでございます。ちょっとなんかレトロな感じで良きです。すごいでしょ。なんか内側がなんか面が入った、ね、これね、リバーシブルでございます。今回、最後の分も用意してます。イエーイ。寒い。じゃーん。おー、どう思います？めっちゃあったかいです。あったかいでしょ。全然違う。初めてこういうの来ました。よし、じゃあテント立てますか。テント立てましょう。今回ご用意しましたテントはハイランドの長沢でございます。長沢、こちらのテントです。エアフレームテントでございます。多分初心者の前々でも建てられると綺麗に。あー、暑い。暑い。この朝暖かすぎて逆に暑くなってきました。あるよね。テントの設営で暑くなっちゃうことあるよね。ちょっと汗かいちゃいました、ね、やばいよ。汗びえはやばいって。タグッチャン的豆知識。濡れた服を着ると体が冷える。風が吹くとさらに体温が奪われる。濡れた洋服の上にいくら保温着を重ねても体は温まりません。体力の消耗も早めてしまいます。低体温症になることもあるので、皆さん注意が必要です。じゃあ私どうしたらいいんですか？汗をかかないように休み休みやる。早く言ってくださいよ。もうかいちゃいました汗。ごめんごめんもしくは速乾性のあるウェアとかそういうのがあったらいいんだけど、まあ、持ってないよね。着てないです。じゃあ着替えますか。おこちら、これいいんですか？着て、これいいんです。どう？おお、うい、大きい外観量、なんかゆるっとしててキャンプっぽくて、そう、着やすいんですよ。なんかキュッてしてなくて動きやすい。中がパイル生地になってるからなんか肌触りが良くて、あ、そう、おしゃれですよ。女性っぽくてさ、ウルフマークが可愛い。オッケー。あれ、はい、脱ぎました。俺もちょっとやっぱ暑くて、これもレトロアーカイブパックの商品でして、糖質性がある素材が使われてます。じゃあ僕のあるですかね。津山、お津山。あー、キンキンに冷えてますね。うまー、いいね。でもちょっと寒い、寒くなってきました。じゃあ、まいまい、これ、着ちゃいましょう。はい、これあげる。ありがとうございます。着やすい。どうですか？かわいい。重い。重い。重い、どうしよう。また着替えてるじゃないですか。あら、まいまいのはフルジップで、下までがね、うん、で、これはあの、おかぶり式の。かわいい。そっちもいいですね。ちょっとレトロでかわいいよね、うん、でもサイズ展開は両方とも S から XXL まで。でもあれですね、フリースはあったかいけど、うん、冷たいもの飲むともうなんか芯から冷えちゃう。内側がね、キンキンに。あるよねー。
い飲み物を飲むと体が冷えちゃう、あるよね。でもやっぱキャンプに来たらお酒飲みたくないですか？一応ね、今日は日本酒とか用意したんだけど、使うやっとく？私日本酒とかダメなんですよ。あ、そうなの？そう、他なんかないですか？よくぞ聞いてくれました。ぐっちゃん的豆知識。おすすめはホットワインです。もともとはドイツで開催されるクリスマスマーケットで定番の飲み物でした。実はホットワインというのは和製英語、ドイツ語ではグリューワイン、英語だとモルドワインと呼びます。ホットワインなんかおしゃれですね。美味しそう、まあ、しかも事前にちょっと材料準備しておけば、うんうんうん、あとはもうシェラカップとかなんで冷めるだけで簡単、思って簡単なんです。簡単、はい。タグチさん、ありがとうございます。タグちゃんでやってるから。やっぱ秋冬キャンプはさ、うん、なんといっても焚き火だよね。でも意外と足元は寒い。あるよね。焚き火で暖を取ろうとすると足元意外に寒いよね。あるよね。なんでこんなにボンボン燃えてるのに足元は寒いの？確かにね。よくぞ聞いてくれました。やぐっちゃん的豆知識。暖かい空気は軽いため上に上がっていくことになり、冷たい空気は重いため下がっていくことになります。焚き火台にはいろいろなタイプがありますが、地面に直接ダメージを与えちゃうので少し地面から高さを出して離しているんですね。だから足元が寒いんです。じゃああれですかね、うん、足こうやってこうやって温めないといけない。こうやってきつ、それしかないんですか？そんなこともないですよ。これどうぞ。これ何ですか？あ、めちゃくちゃいい。なんかあったかい。そして風が来ない。これいいでしょ。よこしょ。しかもね、これね、撥水素材なんですよ。あ、じゃあこぼれても。そう、だから弾いちゃう。結構キャンプに向いてる。はい、でも、はい、あります。あります。焚き火なのに足元を温める方法あります。バケツを準備して、はいはい、お湯をこの中に入れるの。この足この後やる？いやもういい大丈夫です。焚き火が弱くなってきたからすごい寒くなってきた。中でストーブだったまろっか。あったかいですね。あったかいでしょ。あったかい。焚き火みたいにね、臭くもなんねえからね。確かにすごいちょっと熱くなってきました。うん、すごいなんか あるよねー。ストーブつけたはいいけど熱すぎる、あるよね。なんか汗かいたらまずいって言ったし、タグさんがまずいのよ、まずい。そうでも脱いだら寒いし汗ひいて、うん、どうしたらいいんですかね。これ着る？おお、かわいい。どうですか？あったかい、ふわふわしててまず気持ちいい。そして着てるかわからないぐらい軽い。ちょうどいいでしょ。ちょうどいい。ストーブのね、中にいるのはね。はいはい、寝袋持ってきてません。そんなことはあるかと。ありがとうございます。で、僕もメンズ用の使わせていただきます。大きい。さすがにありますよね、今回は。ありますよね。あります。よかったー。めっちゃにも。でもちょっと足が寒い。足元冷えてます。寝袋入ったけど中が冷たい。そんなことあるよね。これはどうしようもないですか。さすがに寝袋を温めるタグちゃん的豆知識。寝袋を温める方法はいくつかあるんですけど、おすすめなのは湯たんぽを入れることです。湯たんぽ、はい、で湯たんぽにいくつか種類があるんですが、おすすめなのは丸かの湯たんぽ。丸かの湯たんぽっていうのはそのままストーブにかけてお湯を温めることができるんで、手間なくね、あったかく入れることができます。前々の分を準備してきました。はい、ありがとうございます。見た目もかわいい。湯たんぽのない方、耐熱性のあるボトルにお湯を入れるだけでも湯たんぽの代わりとして使えます。もしくは硬いペットボトル、湯たんぽの代わりとして十分に機能することができます。ただもちろんどちらもしっかりタオルを巻く、ほどけないようにするなどして低温やけどには十分に注意してください。どう今の？あれ？いける？うわー、めっちゃ綺麗。すごいな。
幸せだこれは。幸せですね本当に。あれでもちょっと寒そうだけど。寒い。風が冷たい。さすが朝の風。あるよねー。ご飯で朝焼け見たいのに寒いことあるよねー。こんなに寒くなるって言ってなかったテレビで。はい。朝から豆知識。一般的には風速1メートルで体感温度は1度下がると言われています。なので気温が10度あったとしても風速が10メートル吹いていればその場での体感温度はなんと0度なんですね。あ、じゃあ、あの防風すればいいってことですか。あのね、このオイラの着ているこのジャケット完全防風でございます。ストームロック最高じゃないですか。すいません、メンズがないんですよ。ないんですね。そうなの。あのね、この手袋もストームロックなんですよ。へぇ、あ、ほんとだ、ストームロックって書いてある。ちょっとじゃあ、はめてみて。あ、いいんですか。これすごいあったかいの。あったかい、ぬくもりが逃げない。で、この今つけてるネックゲイザー、うん、これもストームロックでございます。おぉ、だから首元めっちゃあったかくてホカホカしてる。すごい、もう全身全身ストームロック。これがストームロック。楽しかった。楽しかったね。これ着てました？これ着てきたんですよキャンプ場。あ、そうなんですね。そうなの。これもあ、これもいいでしょ。かわいいの。でも私舐めた服着てきたから寒いかい。ケバケバのね。ケバケバの。あかんね。それもなんか嫌だろうから、はい、用意しました。お、帰りも？帰りも。ほっ、あ、うわ、うわ、あ、すごい似合うじゃん。しっくりきちゃった。よかった。もう帰る。じゃあもう帰る。もう帰る。しかも町に帰る穴でこれ。はい。あ、これもいいですか？いいよね。いい。あ、暖かい。暖かい。もう暖かい。前前のこれアーバンっていうラインなんだけど。はい、アーバン。アウトドアでも町着でも両方町着でも活躍しちゃう。町着で着れそう。そう。使ってください。はい、ありがとうございます。はい、すごい暖かい。じゃあまあ帰りますか、そろそろ。帰りましょう。ね。うん。はい。帰ろう帰ろう。帰ったら服買おう。